よーが実家ジャガバータイポンです。アフィファナイティアリトゥエットチーム実況やっていきたいと思います。もうねブラックフライデーも、終盤に差し掛かっているというところで、レア選手パックが5パックやってきて、あと25分で終わっちゃうからね。これ寝てた、完全に寝てた、やばいよというところで引きましょう。じゃあ5000円ってことでね、ちょっとウォークアウト頼む、マジで今回やばいんだから、もうノーウォークアウト。ただ壁ドンしていってますけど、マンチェスターユナイテッドはまた選手、またおまた、またのおまた、まあ、また好きなんだけどね、うわちょっと UTA でちょっとこう使うっていうにはちょっとあれな感じではありますけども、クイックワイルクして、まあ、これはちょっとね ゆっくり弾けるからね、そんなに焦らず弾けるんで、さあお願いします。こっからウォークアウト、ナイスナイス。お、あ違う、 TOTW かと思った、光的にもうちょっと TOTW の光は、おーこれつか、これつか、あれだね、黄色っぽいみたいな感じだよね。もうあとはジャンレアとアルティメートパックがグローバルリミットで来るっていう感じなんですけど、あれあれちょっと待って、どうしたらいいんだこれ。重複ゴレツカが、あれちょっと待った、やばい、一回このまま相当しよう。 OK、 これで一石リスト送って、はい、よしよしよし、開けてきたっていうか売却してたからね、一石リスト、違う一石リストで選手出品してたから。さあ残り3パック、1ウォーク頼む。さあ、フランス GK、おい。なんなん、マジで。なんなん。お前、いいよ、そんな。胸叩いて出てこなくて。ロリス。マジで、もうフランス GK、おお、チアゴ、ダブルウォークアウト。マジか。そこはいいんだけどね。そこはいいんだけど。なんでロリス？なぜロリスなんですかと。ちょっと言いたいですけど。さあ、お願いします。ウォークアウト。ナッシングウォークアウト、ピーポー。ただ壁ドンはもちろんしていく、ドイツゴールキーパーホフェンハイム。まあそうだね、もうよく見るよね、よく見る、もう最悪だ。ストーン、あーはい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 、まあチェルビーは一時期スイッチを置いといて、さあもうレア選手パックラスト頼む。5回中1ウォークだけは虚しいよ。ここで見せて、2ウォークを、2、あー、これでウォークアウトだったらもう、神だったのに。くっそー。ありえねえ、ありえって。まあまあ、もう、知らないな、これは。売却だ。売却。はい。今はもうセレラゴールドパック、これはもう引かないですね。で今あと残り1万2000ポイント、これのどういう風な使い方をしようかなっていうのはもう考えてあって、21時にジャンレア選手がグローバルリミットで来るからそれ1パック引いて、で、1万ポイント残って、あとはもうアルティメットパックグローバルリミットで、最後22時に来るので、そちらをね引きたいなと思います。4回、もうそれで俺のブラックフライデーはちょっと終了という感じになりますので、じゃあちょっとあと2時間後ぐらい、約1時間半後ぐらいのタイポンに、バトンをパスしたいと思います。それじゃあタイポンよろしく。はい、ということなので、あと1分、もう1分ないか、あともうちょっとで、ジャンボレア選手パックがグローバルリミットで来るということなので、そちらをね、1パック引こうかなと。アイテムとパックにちょっとコイン残しておきたいから。来るよ、もう来るよ。もう30秒、結構59分になってちょっと経ってから始めたからもう来るはず。はいはいはい、怖いです。
ジャンレア、あ、来た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 。ジャンレアは、あ、グローバルリミットじゃないじゃん。グローバルリミットじゃないんかい。じゃあいいや、普通にゆっくり弾こう。弾きましょう。ほい。じゃあ最後、アルティメットパックじゃないのかな。いや、わかんないや。おー、なんなんだ、マジで。ブラジル CB。ミランダ、惜しい。あと、レーティング1上がれば、ウォークアウトだったのに。くそ。じゃあ、アルティメットパック4パックにかけようかな。あ、でもいいね、これ。85、84、84って。ここ、来てるの。悪くない。これ、売却して。多分、アルティメットパックが、来るはず。だから、1時間後に、ちょっとそれをね、また聞きたいと思います。それでは未来のタイポン、よろしくお願いします。はい、ってことなんで、もうね、22時、もう一番最後のパックがやってきますね。アルティメットパック、ちょっとまた時間見た。来た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 。アルティメットパック 2? マジで?グローバルリミットだと思ったわ。マジか。まあ、いっか。そしたら、引けばよかった。ジャンボリア選手パック引けばよかった。しかも、ウォークアウトなし。ちょっと、もう追い込まれてるよ。ずいぶん。あー、マジか。これはやばい。追い込まれてますね。ジャンレア引けばよかったな、こんなだったら。余っちゃうよ。おー、まあ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 。まあ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 、まだね。まだ、まだわかんないからね。じゃあちょっとここで、ラスト。ラストです。アルティメットパック。いや、まあ頼むぞ。本当に。いきます。お願いします。ウォークアウト。来てくれたら嬉しいなぁと。だよ、これは最悪だ。うわ、これ引くか。じゃあちょうど5000円で、5000円って5000ポイントでこれ残ってるから、レアゴールド。いや、これ当たらないだろう。まあいいや、もう引いちゃおう。もう来ないよね、パック。これで23日のパック来たら、ちょっとなんかすごいショックだな。まあいいか、もういいや。シーランペッタンゴーリラーだわ。はい、シャキシャキッとしてるわ。シャキッとしてる。ちょ、これ、選手そんないないもんね。いやー、ちょっとマジか。アルティメットパック、2回とも最高83ってやばいな、オブアル。怖いわ。怖い。本当に、ゾッとした。いや、これウォークアウト来る?このパック。いや、じゃあ壁ドンじゃなかったら飛ばすわ、さすがに。壁ドンでもないんだったら飛ばす。頼むぜ、頼むぜ。いやー、ちょっと今回俺もブラックライデーやばいかもな、マジで。本当に最初の験担ぎのバランで持ってかれたわ、すべてを。まあ、あれ、1500円で引いてるからな、バラン。そう考えたらやばいよね。さあ、壁ドンも。壁ドンすらしないもん、やっぱこのパックダメだろう。これに5000円追い込むのはまずいでしょ。レアゴールド。こんだけ選手が来てくれるのは非常にありがたいことなんですが、まあ、次はでもサイバーマンデーがあるからね。うん。まあ、サイバーマンデーはブラフラみたいな感じのイベントですね。同じような、1時間に1回パック来るみたいな。あ、ウォークアウト。来ない。壁ドン。来ない。驚きです。まあ、来たら逆に、来たら驚きか。逆に。ルディ。かわいい。はいはいはい。OK。まあ、これにちょっと使うのもったいないけどね。ブラフラ終了ということで。
終わったお疲れパック開封みたいな。お、これは壁ドンじゃないか。はい、ブラジルセンターバックポルト、よく見る、よく見るね、うん、よく見る。いや、これちょっとマジで衝撃展開だよ、衝撃展開、ゾッとするわ、ゾッとする話、これもう話せるわマジで。ゾッとする話最近めっちゃ見てるからさ、頼む。残り5パック1回はウォークアウトしちゃってもいいんじゃないのかい。あ、これ壁ドンじゃないの。なんか壁ドン、わかっ、なんか分厚くなってないパック、そういえば壁ドンの時。おお、セスク、セスク、まあ悪くないね、悪くないけど、もうここら辺の人たちはもうガカッと値段。おお、翔也、翔也、あ、ドラフトトークン嬉しい、ドラフトトークン嬉しいかもな普通に。 OK、 ガガッと下がってるからね、もうほとんど売れない、ほとんど売れなくなってる。ドラフトトークンありがとう。さあ4パック引きましょう、頼む。ここで一発逆転ある可能性。あ、でも壁ドンすごい来てんな。お、ああ、あれマフレズってウォークアウトだっけ、ブラヒミか、マフレズは違かったっけな、わかんない、どっちだっけ。84とかだったか、覚える、覚える。85はいいですね、ウォークアウトの可能性あるな。これスイタスタジアム来てたし、今スイタスタジアムが、なんか上の人うっさ、どん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 、あー来ない、あー飛ばしちゃった、飛ばしちゃった、壁ドンだったかもしんないのに、まあいいか。おー、ケパだ、壁ドンだ、嬉しい。あ、シメオネル持ってなかった説、あ、持ってなかったんだ、持ってると思ってた、普通に持ってると思ってた。いや待って、あと2パックか、閉幕、閉幕まで俺のブラックフライデーが。あー怖いよ、あー怖いよ、怖いよ。 SBC 来るのかな、もう来ないか。お、パック来てるよ。チームフィットネスとかもらえるのはまあでかい。ブロゾビッチ売っちゃおうか。ゴールドパック来た、ゴールドパック来たって言うけど、ゴールドパック微妙だし。さあ、このラストを引く前にゴールドパックで、ちょっとここで運試しして、これでウォークアウト来たら面白いけどな。いやー来ないよね。あ、壁ドン、違うわ。やっぱ違うわ。パック太くなってないわ。なんか厚くなってる気がするんだよな。パック太く、太くってなんかちょっと違うわ、表現的に。あー、怪我のやつ持っとけばよかった。まあいいか。じゃあ最後、ブラックフライデーの、もう締めですね。これが一番最後です。よろしくお願いいたします。さあ、来るのか、来ないのか、来るのか来ないのか。しかもこれノーウォーク、ノーウォークじゃないや。やっぱか薄い気がする。やっぱパック。いや、今回、10万、ん?今回やばいかもしんないな、本当に。びっくり、びっくりするぐらいやばいかもしんない。ちょっと怖いな。ブラックフライデー大爆死説あるわ。まあでもコイン的には、まあ普通に160万とか、もうちょっと稼いでると思うんですけど、あ、なんか売れた。あ、そっか、出品してたんだ。稼いでるんですけど、今回のブラックフライデーはまあ普通に、5万円以上の選手一人も出ずっていう感じですね。まあ一番高くて確か4万8000とか、ギリギリ5万いかないかなぐらいの選手たちは、まあ結構複数に当たった感じはするけど、やっぱ期待外れだったね、ちょっと今回は。まあ、じゃあ次サイバーマンであるんで、ちょっとそれにかけたいと思います。じゃあ皆さんね、今回のブラックフライデーはどうでした、なんかいいの当たりましたか。10万コイン以上の選手とか、まあもし当たった方はね、ぜひコメント欄に書いてください。よろしくお願いします。それじゃあここまでご視聴ありがとうございます。この動画良かったと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録、また次回の動画でお会いしましょう。グッバイ、さよなら。
パイオニア。